はいどうも、ともやんです。いつもミニ四駆MA革命をご視聴いただきありがとうございます。おかげさまでともやんチャンネルもですね、チャンネル登録者数が2100人を超えてきましたね。本当に皆さん、いつもねご視聴いただき本当にありがとうございます。特にね、MA シャーシ専門でね、MA サスの、マシンばっかりいじってるんですけど、本当にちょっとマニアックなチャンネルなのに、結構ねたくさんの方にチャンネル登録いただいて本当に感謝します。で、今回はですね、TTMA の話は、ちょっと横に置いときまして、最近ですね、BMAX っていうね、レギュレーションの、レースがですねすごく全国的に流行ってまして、で、まあ僕もね、ちょっとお誘いを受けまして、ある方からねやってみたらいいんじゃないのっていうことでお誘いを受けまして、でちょっとね家に余ってる、パーツ類でですね、ちょっとそれっぽいマシンを組んでみました。今ね手に持ってるマシンが、ざっと組んでみただけなんですけども、まあミニ四駆にね詳しい方やったら見た目でなんとなくねセッティングわかると思うんですけども、細かいところの解説っていうのはまた次の動画でお伝えしたいと思います。で、今回はというとプラボディの話をちょっとしたいんですけども、今僕が手に持ってるマシン、マットレーザーですね、 MA シャーシのキットになってるんですけども、結構ね古いキットになるので、最近ミニ四駆始めた方は知らない方もおるかもわからないんですけども、多少ね、塗装を加えてます。で、実はですねこのボディ、プラボディですけども、1年半ぐらい前に息子が、組み立てて走らせてたボディになるんですけど、よく見たらねシールのあちこちがちょっとはげてたりですね、傷まみれになってるんですね。でもね、一見見ると傷まみれの割には結構キレく見えないですかね。実はですねこれはね、表面からトップコートをね拭いてるんですね。まあクリアですよね、それを拭いてます。まあね、プラボディでもポリカボディでも同じなんですけども、長いこと走らせてるとだんだんとね傷が入ってくるもんなんですよね。残念ながらねミニ四駆ってね、どんだけかっこよく組んでも全てが消耗品でできてるので、走らせるたんびにですねどん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 あちこちねガタが来るんですよね。で、プラボディの場合は割れたりね、まあ、傷が入ってですねすごい深い傷が入ってしまったりとか、欠けたり割れたりっていうのがあるんですけども、そういうね欠けや割れがない場合っていうのはこんな感じでトップコートね拭いてあげれば再利用が、まあ再利用っていうんかな、まあこの光沢を出すことによってね傷をごまかすことができちゃったりするんですよ。一見見た感じ1年半も使ってるようなボディに見えないでしょう。今ね流行ってます BMAX ですね。 BMAX の場合はプラボディを、使わないといけないっていうことなので、ひょっとしたらねまあ、同じような感じで悩んでる方おるんじゃないかなと思って今回紹介させてもらいます。で、使うのはこのタミヤさんから出てる TS13 ですね、クリアでね、注意事項書いてるんですよ。マークとかねシールの上に、塗装しないでくださいって書いてるんですけど、これはね別に、まあ、個人の自由やと思います。うん、多分ねシールの上からあんまり濃いのを拭くとそのシールが剥げたりしますよっていうような感じなんですけども、まあ自己判断でねやってもらったらいいと思います。で、僕の場合は全然問題ないと思ってるので、シールの上からねステッカーの上からバンバン拭いちゃってるんですけども、まあその辺は本当に自己判断でやってください。で、今回ねちょっともう一つ長年使ってるボディ、こちらもね1年半ぐらい前から使ってるボディなんですけども、同じマットレーザーですよね。うん、で結構ねボロボロ、本当にボロボロです。で、こっちのボディは、TTMA に乗せて走らせてたので、もう本当にクラッシュしまくってですねあっちこっちボロボロなんですけどもね、シールも剥げてたり、あと地肌が見えてるんですね。
この裏側のこの辺りが元々の地肌です。でこの後ろはね、ゴールドの塗装を拭いてるんですけども、まあこのねボディのコンセプトはですね、ゼータガンダムに出てくる百式っていうねモビルスーツがあるんですけども、あれをねイメージして金色でね塗ってみたんですよね。でちょうどねマットレーザーのキット自体もホイールがですね金メッキになってるので、あの本当キンキラキンでちょうどいいなみたいな感じで思ってたんですけども、長年走らせるとですねこんな感じでくたびれたようになっちゃってですね、もう一回これ金色服にしてもやっぱりシール剥がさないといけないし、どうもこうもならないなと思ってね。で今回、こちらの、金色のねマットレーザーにですね、クリアね TS13 ですね、タミヤさんのスプレーを拭いてみたいと思います。はい、ということでね場所をちょっと移しました。我が家の庭にちょっと出てきたんですけども、用意するのは、クリアと、まあ、ボディと、まあ、僕の場合はねもう軍手でいきます。この軍手をはめた手でですねこんな感じでボディを持って、もうこのまま拭いていくみたいな結構雑なやり方なんですけども、今回ねちょっと分かりやすいように片面だけ拭いてみましょうかね。ボディの右半分だけ拭いてみて、左半分は現状のまんま置いた状態で一回比べてみたいと思います。それではね、ちょっと拭いてみたいと思いますけども、まああの軍手してるんでね多分大丈夫やと思います。でなるべくね、まあ遠くから離れた感じで軽くシュッシュッシュッという感じで拭いてもらったらいいかなと思うんですね。でまあ今さ本当にさっと拭いただけなんですけども、これだけでね結構あのツヤが出てるんですね。ちょっと見てみましょうかね。ちょっとキラキラっとなってるでしょ。結構光沢が出てきてますね。本当にいます。本当にちょっと拭いただけなんですけども、それでもこれだけねあのなんていうかなツヤが出るっていうんですかね、でこの状態でですねちょっとね置いてみましょうかね。10分か15分ぐらいねこの状態で置いてみたいと思います。で、これ15分後ですね。はい、ちょっと見てみましょうか。こんな感じですね。どうです？もうピッカピカでしょ。反対側見ましょうか。反対側全然ツヤがないですね。こっちはクリア拭いてない方ですね。でこちらクリア拭いた方、結構ピカピカして太陽が反射してるのが分かりますね。まあ本当に1回サッと拭いただけでこんな感じなんで、あの結構あのなんていうかな1本買っとけば何個もねボディをあれできるかなと思います。でね右半分を、まずねクリア拭いてみて、左半分とちょっと比べてみたいと思います。まずね右半分いってみたいと思います。どうです？本当に軽くシュッ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 と拭いてるだけなんですけどね、まあ、こういう感じで右半分ね、フェンダーのあたりなんか見てもらったら結構ね太陽の光反射してキラキラしてると思うんですけど、ちょっとね分かります？フロントのフェンダー右と左比べてもらったらね光沢が全然違いますよね。リアのフェンダーもそうですけども、ちょっと拭いただけで本当にすごい効果が、まあ、目に見えて分かるというかね。でこれでねまた10分か15分置きたいと思います。はい、で15分また置いてみました。こんな感じですね。まあ、あの拭いてすぐよりも乾燥させた方がまたね、一段とツヤが出ているのが分かると思うんですけども、フェンダーの部分ね、リアのフェンダーの部分なんか左右比べてもらったら全然違うと思うんですけども、光沢が全く違いますね。フェンダーの部分ね、リアのフェンダーの部分もフロントの方もそんな感じです。右半分が、クリア拭いたところですね。左半分は今から、拭いていくんですけども、まあこんな感じですね。ではね、続いて全体的にですねちょっと拭いてみたいと思います。あ、そうそう、なるべくね、塗装を拭くときはですねこのシールですね、
シールが折れ曲がった状態ではあんまり拭かない方がいいですね。なるべくこうシールが剥がれてたらシールをちょっと伸ばした状態で拭いた方がいいと思います。で、あとはね、天気なんですけども、晴れてる日にやっぱりね塗装した方がいいんじゃないかなと僕思いますね。お、ちょっとごめんなさいよ、シールがもう反ってしまってですね、なかなかうまいこといかないんですけども、あんまりね近くから拭かずに遠くから本当に軽くシュッシュッシュッという感じで拭いてみました。どうですか？もうピッカピカになりましたね。ピッカピカに今フロントだけ拭いたんですけども、続いてリアの方もちょっとやってみたいと思います。今ね見てもらったらわかるんですけども、本当にあの軍手で持ってるだけで全然大丈夫なんで、わざわざなんていうかな、なんか塗装するために下に何か置いたりとかブルーシート引いたりとか、そんな大げさな塗装するわけじゃないので、本当に今見てもらったら分かるようにちょんちょんちょんって拭くだけでピカピカになりますからね。どうですか？だいぶ光沢がね、左右ともに光沢が出てきたと思うんですけども、なんかね蘇ってくるのが分かりますよね。じゃあこの状態でですね、さらに15分ぐらいね置いてみたいと思います。はい、15分が経過しましたね。今日はね本当にすごくいい天気なんですよ。11月に入ってるのにむちゃくちゃ暑いぐらいですよね。で、15分乾かしたらこんな感じで、どうですか？画面越しにね見るとまたどうかちょっとわからないんですけど、実際見るとちょっとねムラが出てるので、ちょっと全体にもう一度仕上げしたいと思いますけど、実際見るとねすんごいピカピカ光って、なんていうかな、新車の輝きっていうんですか、車で、その自動車で言ったら新車の輝きみたいな感じになるんですけども、なかなかいい感じやと思いますね。塗装が剥げてるところとかちょっと小傷なんかも消えるというか、ごまかすことができるんですね。見えにくくなるというか、目立ちにくくなるというかね。そんな感じで、艶も出るし、傷も消えるし、一石二鳥みたいな感じでいいんじゃないかなと思いますね。はい。ではね、これで塗装が完了しました。で、このまんまですね、15分ぐらいね、また置いてから、ちょっとね、作業場に戻りたいと思います。はい、ボディの塗装が終わりまして作業場に戻ってきました。どうですか？蛍光灯の下で見てみるとこんな感じ。もうすごい、このシールがね剥げてるところは、なんともならないんですけども、それ以外のところってね、塗装が、ちょっと薄くなってるところ、地肌が見えてたりしたところっていうのもあんまり目立たなくなるんですよね。どうですか？ピカピカになりましたよね。使い込んでボロボロでなんかくたびれたような感じになったボディが、艶を取り戻してですね、傷も見えにくくなって、これでねまた気持ちよく走らせることができるんじゃないかなと思いますね。ではね、先ほど、組んだ、シャーシに乗せてみたいと思います。このシャーシもですね、余り物のパーツを寄せ集めて組み立てた割にはですね、結構しっかりとしたマシンができてると思いますね。はい、ボディ乗したらこんな感じです。どうですか？なんかピカピカになったと思いませんか？少しねビフォーアフターで比べてみたいと思うんですけども、画面のね左上にあるのが、塗装前ですね。で、画面の右の下にあるのが塗装後ということです。やはり全然ね光沢は全然違いますよね。で、こちら塗装した方をじっくりと見ていきたいんですけども、どうですか？なんかそんなにくたびれた感じがなくなりましたよね。艶を出すことによってなんかこうなんていうかな、そんな1年半も使い込んだマシンにはあんまり見えないような感じになってきましたよね。
先ほどね塗装してるところをご覧いただいたんですけども、本当にね手に持ってシャッシャッシャッと拭くだけでしたよね。多分ね2回ぐらいしか薄くね2回ぐらいしか塗ってないんですけども、これをね3回4回と拭いていったらもっとツヤが出てもっとねきれく仕上げることができると思うんですよね。で今回使ったスプレーなんですけども、まあもう一度紹介しますけど、タミヤさんのスプレーですね、正規品になります。 TS の13っていうクリアーね、こちらの、スプレーをね拭いたんですけども、また概要欄の方にねちょっとリンクでも貼っとこうかなと思いますんで、気になる方がいましたらねそちらからスプレーの情報を見ていただいたらいいと思います。今回初めて BMAX のことについていろいろ調べてみたんですけども、マシンを組み立てるにあたって一番悩んだところっていうのがプラボディですよね。どのプラボディをチョイスするのかによってなんていうかな、そのいろいろねセッティングが変わってくると思うんですよね。まあ細かいことはまた次回の動画でお伝えしたいと思うんですけども、皆さんね BMAX やられてる方プラボディで迷いませんでしたか？僕の場合はね全ての MA シャーシのボディを引っ張り出してきてですね、あれやこれやと乗せてみて最終的にマットレーザーに落ち着いたんですけども、まあねそんだけして選んだボディがどんどん傷ついて、なんていうかな、傷んでいくっていうのもなんか悲しい感じがしますよね。ですので走らせてる時に割れてしまったら仕方ないんですけども、ちょっとした小傷とかねシールがちょっと剥げたぐらいやったら今回紹介したようなやり方で、リペアできますのでね、ぜひね皆さんも、試しにねやってみてください。はい、ということでね長々とご視聴いただきありがとうございました。次回はねこの BMAX のマシンの方をまあちょっとね細かいセッティングっていうのをご紹介したいなと思いますので、また次回動画もねお楽しみください。ではご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。